柴崎、柴崎先生が無線の実験の雑誌の中には同じように、モノイクライザー2台持ってきて、で、片チャンネルずつ使って、再生するとことが違いますよという話をされてたんですね。で、なんでそんなに違うんだろうというふうに考えたときに、いくら L と R を一つのシャーシーの中で完全に分けても、結局シャーシーにグランド電流が流れるんですね。で、そのグランド電流は LR 混在したものがシャーシーに流れますから、結局そこで L 信号と R 信号がミックスして、でお互いの中の細かい成分を打ち消し合ってしまうというような結果がどうも生じているんじゃないかなと。で、先ほども言いましたけども、あの EA1 という70万円ぐらいの、このイクライザーだったんですけど、これを2段積み上げると完全に音が違うということで、こういうスタイル、ヘルガールを分けるというスタイルですね。で、分けるときに、先ほども言いましたけども、この中に電源を入れることもできたんですけども、それでは L も R も小さい電源になってしまう、電源トランスしか入らない。それよりもその電源トランスの4倍も5倍ももっと大きいですからね、結果的にはトランスをこういう 下にあります電源のような筐体に1つ入れて、でそこから LR 別のチョークトランスを利用して経由して上のイコライザーに電源を供給した方がやっぱりはるかにいい音がするということで、こういうふうに2つに分けました。で、去年の暮れに発売させていただいたこちらの CA1000 も基本的には同じ考え方に従って、アンプ部分は L と R を独立にして、で電源を別にする。ただプリアンプですから、どうしてもこの制御回路というのが必要になります。音量を変えたり入力をのセレクターを動かしているという回路が必要になりますから、当然こういう表示もしますから、マイクを積まなきゃいけない。マイクを積むということはデジタル回路が入っている。で、デジタル回路はできるだけアナログのアンプ部分には近づけたくない、音を濁す原因になりますから、ということで電源、大きな真空管回路用の電源トランスですね、これとマイコンを含んだデジタル回路を一つのシャーシーに入れて、でここから、ノイズがこちらへ極力いかないように、アナログ信号のピュアなところを保つようにですね、設計を行いました。ですから通常こういろいろ操作しますけども、音楽聴いてる状態というのはこういう操作しませんよね。こういう操作をしないときは常にマイコンはスリープに入ります。で、通信も一切しません。この電気の筐体とこちらのアンプの筐体との間の通信も音楽聴いてる状態では一切しませんということで、デジタル信号による音の汚れですね、濁りをカットするというようなことですね。まあ、そういうところをいろんなことをこう追求していって、この形にまとめ上げましたので、結果として少々まあお値段が高くなってしまったんですけども、音の純粋さは保つことができたかなというふうに考えています。おかげさまで、無線の実験のテクノロジーを材料の対象とか、ステレオサウンドグランプリ